ミュータントだ。これがダイヤモンドシティの火力だ。ミュータントが怖くないってか。俺たち好みの女だな。ダイヤモンドシティを探しているのか。看板に従えばいい。あなたを入れないよう命令されているミズ・パイパー。すまない、自分の仕事をしているだけなんだ。もう自分の仕事をしてるだけ。ダイヤモンドシティを守るためには私を入れるなってこと。ああ、見て、あの怖いリポーターだー。すまない。だけどマクドナウ市長は怒ってるんだ。パイパー、あなたの書いた記事が嘘だらけだと。市全体が興奮状態なんだ。ダニー・サリバン、直ちにこのゲートを開けるんだ。私はここに住んでいるんだぞ。いきなり締め出すのは間違ってる。もう、あなたはダイヤモンドシティに入りたいんだよね。
たった今着いたところだけど。そうよ。し、協力してくれないか。なんだって？クイーンシーから来たトレーダーだって？雑貨店の在庫の一月分ぐらいの物資を持っているみたいだね。聞こえた、ダニー。ゲートを開けて私たちを入れる？それともあなたがあの気の狂ったマーナにこの物資を入れ損なったことを話すかい？分かったよ。そんな当てつけがましく言わなくてもいいだろう、パイパー。ちょっと待ってくれ。ダニーが気づく前にさっさと中に入った方がいいね。そうね、行きましょう。またダイヤモンドシティでの素晴らしい一日だ。はい、誰がお前を入れた？サリバンにゲートは閉めとけと伝えたはずだ。このうさんくさい悪口ばかりの先導者め、お前の記事のデタラメさと来たら、あの印刷屋をバラバラにしてやる。もうすごい発言ですね、ミスターマクドナウ。暴君市長、新聞を潰す？新顔さんに聞いてみましょうか。ニュースを支持する？だって市長は言論の自由をゴミ箱に捨てようとしているんだよ。新聞は問題を煽りたいだけ。もっともな意見ですが、リポーターによりけりです。真実を明らかにするのと曲げるのは違うものです。おっと、君をこの口論に巻き込むつもりはなかったのだが、ここの市民としての適性がありそうだ。連邦のグレートグリーンジュエルへようこそ。安全、幸せ、訪れるのによし、お金を使うのによし、定住するのによし。この醜聞あさり女にザレ言を吹き込まれないでくれよ。わかったかね。二人は何を言い争っているの？何だと思う？嘘を印刷すればみんな幸せだけど、真実を印刷すると。それで何か理由があって私たちの町に来たのかね？人を探しているの。人を探してる？誰のことだ？男の子、誘拐された。今誘拐って言った？どうなんだマクドナウ、ダイヤモンドシティセキュリティはこれを捜査するのか？今まで無視していた他の失踪届はどうするつもりなんだ？彼女には耳を貸すな。我々のセキュリティチームは残念なことに全ての事件を追うことはできない。だけど君がここで助けを得られると自信を持って言える。ダイヤモンドシティでは人間が考えられる全てのサービスを提供している。我々の素晴らしい市民の一人が君を助けてくれるに違いない。そう願っているわ。ふざけてる。ダイヤモンドシティセキュリティは一人も派遣できないということなのか？真実を言うんだマクドナ、セキュリティが誘拐を全く捜査しない。もう理由は何だパイパー。これからはお前とお前の妹に注意勧告する。はいはい、何とでも言うがいいさマクドナ。喋ることしか脳がないんだからな。ふん、市長からダイヤモンドシティ流の歓迎か。光栄な気分かな。ちょっと腰を落ち着かせないといけないけど、後で私のオフィスに寄ってくれないか。あなたにぴったりな記事のアイディアを思いついたんだ。マクドナウ市長はいつでもミニッツメンに反対だった。ゴガイ、人造人間が人と入れ替わる？お隣さんは本当に人間？ゴガイ、ねえ、転入者へのフリーペーパーよ。もしインスティチュートに夜捕まったとしてももう警告はしたからね。フリーペーパー？良さそう。本当よ、インスティチュートは人を誘拐するの。この辺をうろつくつもりなら読んでおくべきよ。
インスティチュート？インスティチュートのこと聞いたことないの、レディは。奴らは夜人々を誘拐する。誘拐された人は二度と消息がつかめない。全部冊子に書いてある。捕まる前に読んだ方がいいよ。誰が行方不明？放浪者、住民、スタジアムシートの金持ち、だいたい毎年誰かが消える。その理由を私たちは知ってる。気をつけて、新顔さん。インスティチュートはそこにいて、あんたを捕まえようとする。全部ペーパーに書かれてるの。信じる。ありがとう。本当に狼の群れに迷い込んだ子羊みたい。レディ、ダイヤモンドシティで何をやってるの？ある人を探している。当ててみようか。誰かが行方不明なんでしょ？だから言ったのよ。だから何？男の赤ん坊よ。彼は誘拐されたの。赤ん坊？わお、新しいね。普通は大人なのに。運が悪いね。ダイヤモンドシティでは誰も失踪した人を探そうとしない。失踪事件にはインスティチュートが絡んでいるから。そして誰もインスティチュートの注目を引きたくない。賢い子ね。この町でインスティチュートを恐れない人はいる？探偵のミスター・ニック・バレンタインがいるわ。彼は何も恐れない。助けになってくれるとしたら彼よ。バレンタインについて他に何か知っている？探偵のところに行く大人はそれを認めないの。そういう決まりなんでしょ。誰も最も良くしてくれた人には感謝しないんだ。ありがとう、助かったわ。外にはインスティチュートがいるよ、新入りさん。背後に気をつけて。パイパー、戻ってきたのね。やあ、売り上げはどう？印刷機が容量オーバーになりそう。モーターを交換しないともうすぐ壊れるわ。だけどね、あなた何週間もそのこと言っているけど、彼女はまだ動いている。心配しすぎるのをやめるんだ。私はオフィスに行かないといけない。もし怒った政治家がうちにやってくるのが見えたら口笛で知らせてね。なんで？何か問題でも？パイパー？やれやれ。落ち着いたらもっと話そう。立ち寄ってくれて嬉しい。頑張ってる、ブルー。なんでそんな呼び方を？青いジャンプスーツを着てるから。ボルト居住者でしょ。それで取引しない？インタビューしたい。体験談を記事にする。ダイヤモンドシティもそろそろ連邦についての外部からの視点を取り入れてもいい頃だし、それをやってもらって。こうしよう、一緒についていく。地上の世界に慣れるまで守ってあげる。わかった、パイパー。受けるわ。よかった。じゃあ始めよ。それでボルト出身ということだけど、そこでの生活はどんな風だった？家族はみんな冷凍されてた。ボルトではそんなに長くは過ごしていない。あ、待って、冷凍庫に閉じ込められてた？ずっと？戦前から生きてたってこと？ええ、もう200歳を超えてる。大変。見出しは時を超えた女ね。連邦も見たことがあるんだね、ダイヤモンドシティ。昔の生活と比べてどう？比べられると思う？この世界と似ても似つかないのに。ホームシックになっちゃった。なって当然か。では重大な質問。誰かを探してわざわざここまで来たということだけど、それは誰なの？息子のショーンが誘拐された。まだ1歳にもなってないの。子供をさらわれた親か。今日ほど心が痛んだ日はないわ。
教えて、インスティチュートが関係していると思う？わからない。誰にもわからない。それが余計怖い。インタビューの最後にちょっと趣旨の違うことをやってみたいんだけど、ダイヤモンドシティに対して直接言いたいことはある？人さらいの脅威は連邦ではほとんど無視されてる。みんなそんなこと起こらないって思いたがってる。愛する人を失ったのに怖すぎて、あるいは感覚が麻痺してしまっていて探そうともしない人たちに対して何か言いたいことはある？張本人を見つけ出して償わせる。単純なことね。無関心よりも怒りが大事ってことね。いい言葉、ありがとうブルー。これで終わり。まとめるのに時間がかかるかもしれないけど、この話はダイヤモンドシティで話題になると思う。とにかく一緒に行くって言ったでしょ。守ってあげるって。準備ができたら言って。この話が次にどうなるか気になるから。あら、パイパー、一緒に行く？そうね、行きましょう。ええ、もちろん。ライトさん、ご自分の個人的な利益の前に全力を尽くしてご主人様の安全を確保していただけますね。やっぱりコズワーズか。まったく、幸運なことに二つとも密接に結びついているんだな。ごめんよ。もう家へお帰り。他に何もやることがない？チェックするメッセージがあるならそれでもいいから、何でも言って。ナット、雑誌を読んで。エディ、本当に今日なんだ。もしもあの中の一人だとしたら、ね、こんにちは。違いないわ。またダイヤモンドして。彼女のあの完璧な髪を見て。すごいな、ロボットの執事を持ってるのか。俺もロボットの執事が欲しい。おまわりさん、シアター地区に。あるらしい。あまり近寄らない方がいいと思う。交換したい？いつでもオープンしてますよ。他店は閉まっていますが、ダイヤモンドシティサープラスは24時間営業中です。鍵のみで開くわ。
ことをそんな風に見てると。人造人間、本物のライリーに何をした？本当だよ、人造人間じゃない。撃たないで、頼むから家族だろう。銃を下ろせ、今すぐに。こいつは人造人間だ、皆殺しにする気だ。帰る。よし、見せ物は終わりだ。ダイヤモンドシティに人造人間は一人もいない、分かったか。妄想は大概にしておけ。おまわりさん、あっちに行ってくれ。ねえねえドック、なんてことだ。なんてことだ。ドックなんてことだ。おまわりさん、偽物じゃない。だって何をしてる。おまわりさん、ゴミを漁ってないでどいてくれ。嫌な仕事だが、必要じゃなくなるだろう。残したくはありません。あっちに行ってくれ。給仕するようプログラムされていますが、あなたに対
しい。行くぞ。落ち着けよ。彼女まだ帰りたくないみたいだぜ。俺は俺たち夫婦の問題だ。口出しするな。ヘンリー、もう一杯ついでよ。いい加減にしろ、ダーシー。君に家に帰ってほしいだけなんだ。家に帰るわよ、後でね。俺にこんなことをするなんて信じられない。何をさ、ボール。膝で嫌な野郎め。妻から離れろ、クソリマイマシ。さっさと行けよ、バカなことをする前にな。クソったれ。乱暴はやめて、ヘンリー。ほら、さっさとここから立ち去れよ。家に帰るよ、ダシ。息子の面倒を見よう。ねえ、教えてくれ。ているの？あんたの知ったことじゃない。ダーシー、お客さんに失礼だよ。ダーシーは気軽に楽しみたいけど、旦那はそうじゃないからな。悪いやつじゃないんだ、本当。ちょっとヒステリーだからな。リラックスできないやつなんてつまんないよな。なあ、ダーシー。うるさいわね。そこのあんた、見たことない顔ね。気を利く。恥ずかしいことをするなら喜んで聞くようプログラムされてます。今よりもっといい。ねえ、調子はどう？ねえ、何か芸はできるの？新しい患者か。新しいファイルを開かないと。
ちゃんとした医学的な悩みがあるのか、それともくだらん整形サービスの話か。ええ、先生、見て。症状を言ってごらん。一つずつね。放射能が多すぎる。気持ち悪い。治療するよ。大丈夫、心配ない。できた。他に何か困ったことはある？他にはない。これからも体を大事にするんだぞ、いいかい？パターン、粗悪な仕事。綺麗になりたい人は？もし。入ってもいいぞ。あなたサリバンでしょ？お前がパイパーの言ってた例のトレーダーか。また彼女に騙された気がするんだが、どうなんだ？嘘じゃない。明日物資が列車で運ばれてくる。ああ、そうだろうな。例の釣りで逃がしちまった魚の話をしてくれよ。とにかくダイヤモンドシティへようこそ。俺は仕事に戻らなきゃ。ダニー、ここから出るならただゲートを歩いて出ればいいよ。ねえ、アルトゥーロ。えい、新入りだろ？ええ、新入りよ。会えて嬉しいよ。アルトゥーロ・ロドリゲスだ。護身用の武器が必要なら話をしよう。もちろん、見てみるわ。すべてお手製さ。
釣りでリラックスしよう。浮かない気分なら上がるものがあるぜ。何か薬のことを言ったの？そうだな、薬を出す場合全員に生活習慣を記入してもらってる。バランスを取らないとな。みんながここで購入している。たまにはセキュリティには少しの最後が、エンジニアにはメンタスが必要だ。それによラディックスは広く普及してるんだ。もちろん見てみるわ。薬はセルフサービスだ。ここら辺では部屋買ったのことをスカブスペシャルと呼ぶよ。血の飛び跳ねが個性を出してる。そこにいたんだ。よかったらカットしてみてほしい。うちのボンクラにマクドナウの秘書が人造人間ってことについて理解させたいんだけど。あ、何ですって？人造人間が何か知らないの？インスティチュートが作った機械人形、まるで本物の人間みたいに振る舞うやつを、ジェネバを完璧に作りすぎたと思うんだ。あんな外見の女はいないよ。全てが刺激的だ。だから彼女は人造人間で間違いないはず。待って、インスティチュートって何？そんなことも知らないの？あんたどこの穴から出てきたの？サウスボストン？インスティチュートは人間を誘拐してその代わりに人造人間を送り込んでいるんじゃないの？マクドナウは認めないだろうけど、彼について書かれてるニュースは正しい。この質問に答える気はある？ジェネバは人造人間なの？アイディアは浮かばない。思いつかない？もしかして両耳の間に脳みそがない状態で生まれてきたの？誰も違いを説明できないと言ったな。彼女はジェネバが人造人間かどうか知らん。お前もだ。書けるか？ジョニー、母親にそんな口を聞くのかい？チャキンチャキンダスン、いい感じ。今日のところは必要ないわ。もちろん、またの機会に。ねえ、えい、スカベンジャー。バラモンの肉がたくさんフックにかかってるよ。品物を見せてほしいの。冷凍庫からこの一山を出したばかりさ。食べているなんて信じられない。ダグアウトインで買う価値があるものといったら一つ。ダイヤモンドシティの男は立ち食い。俺のことをそんな風に見てると、お前を人造人間だって疑い始める。ちょっと、
造人間のいない買い物ができるのはここ。買い物？ダイヤモンドシティサープラスならいつでもオープンです。放棄のセール中です。バーファウト、ステムパック、ジェット。頭にホコリが詰まりすぎる。たまには疑った方がいい。反撃。問題でもある？また雨の中から迷子がやってきた。少し遅かったかな。もう閉まってるわ。忙しいのは分かっているけど、時間は取らせない。大事なことなの。分かってないのね。探偵は行方不明なの。彼の行方の手がかりは？彼はある事件を追って失踪した。スキニーマローンのギャングが若い女性を誘拐し、彼はパークストリート駅の隠れ家まで彼らを追跡していた。そこには古いボルトがあり、彼らは基地として使っていた。ニックには罠にはまりに行くようなものだと言ったんだけど、彼はいつものようにただ笑って出て行ったわ。彼を見つけ出す。約束する。ありがとう。ニックは簡単に見分けられると思う。いつもくたびれた帽子とトレンチコートを着ているから。お願い、急いで。あなたたちボルト居住者にとってジャンプスーツは何？
にしておけと言っただろう。お前のこの小さなスタンドを閉鎖させないでくれ。あのフィルターから落ちる水滴は全部 100%。 信号スタンドの最新ヘアスタイル。おいおい、
おしゃれな。近くにいろいろなレイダーの集団がいる。
ついた。からかってる。すみません。いや。お互いの関係について。偉大なリーダーに欠かせ。うん。以上よ。わかった。ねえ、道を教えて。ご自由に。Thank you.
ありますよ。これで終わりだ。教えてくれ。そっちよ。
あっちに進んで。それを取って。話してくれ。
大丈夫？ああ、見てみて。一番嫌だ。なんでこんなにうるさいんだ。ダンスの時間だぞ。大丈夫？決まっとるだろう、この決め。何年なら、こういうおかしなことがあったものさ。組合のガキどもを大勢連れてきて、どうでもいい建物の建設をさせるのさ。なんだ！打ちまくる！ちょっと。
ちょっとまで。元気にやってるか、バレンタイン。腹は減ってるか、軽く食べるか。ふざけ間抜け野郎。おかげで好きにマロンがお前の殺し方を考える時間を稼げるってもんね。くだらん。ああ、見つけたぞ。
了ですか。これは開けられない、これは開けられないわ。我々の姫君の逆バージョンの皮肉は気に入ったよ。聞きたいのは、なぜ我らがヒロインが年寄りの私立探偵に命を懸けたかなんだが。赤ちゃんがいないの。名前はショーン。誘拐されたんだけど、誰が連れ去ったのかも、どこへ行ったのかもわからない。行方不明の子供だって？それなら敵役だ。場所は適していないにしてもな。ここに何週間も閉じ込められていたんだ。探していた家出娘は誘拐されてはいなかった。スキニーマローンの新しい恋人で、たちの悪い女だったってわけだ。とにかくそっちは問題を抱えてて、こっちは喜んで手助けするってことだ。だが今はタイミングが悪い。まずはここをずらかろう。話はそれからだ。あら、バレンタイン。マローンの仲間は三流どころで、昔はもっと大物から追い立てられてたのさ。ここを見つけるまでのこと。ちょっと。
正面から想像しくだな。とにかく仕事は済んだ。床を後片付けするやつには気の毒だがな。このドアは故障している。開けられるか見てみよう。あと少し。ほらできた。錠が反対側についていなければずっと簡単だったんだ。また階段か？誰がこの子？スキニーマローンと仲間はどこかで待ち伏せしている。名前は皮肉たっぷりだが、それに騙されるな。奴は危険だ。また錠のかかったドアだ。難しくないはずだ。よし、できた。だが反対側に大きなデカブツの足音が聞こえる。このドアから一歩踏み出したら、何が起きても不思議はないぞ。
入してる。不法侵入だぞ。しかも子分を打ちやがったな。おかげでどれだけ予定が狂うと思う。誰かさんの浮気女のためじゃなければここには来なかった。イスキ、彼女にもっと家に手紙を書くように言ってやった。ああ、かわいそうなバレンタイン。こんなに殴られて恥ずかしいって。パパの待つ家に戻ればいいんでしょ。ほっとけばよかったのにな、ニッキー。ここは昔の縄張りとは違う。このボルトではな、俺が王様なんだ。聞いてるか。ようやくうまくいくようになったのに、探偵ごときに終わらせられてたまるか。さっさと殺せばいいって言ったのに。そしたら感傷に浸っちゃってさ、古き良き時代のたわごとばっかり並べて。誰、こいつは任せろ。スキニーマロンはいつだってうまくやって抜けるんだ。あっそう、ならこの女はここで何をしてるの。え、バレンタインはみんなを殺させる気でこいつを連れてきたに違いないよ。そいつは元々の計画ではなかったけど、そそられる。おい、ここの責任者は俺だ。何か言うことがあるなら俺に言え。ニックとは知り合い？このトラブルメーカーには昔本当に悩まされたよ。ショバから追い出される前の話だけどな。このダンスは何百回とやったはずだ。この辺りじゃ敵は友達になるのとほとんど同じようなもんだ。引き伸ばすのはやめろ。話したいなら話せ。全て誤解なの、スキニー。分かってるでしょ。解放してくれれば二度と戻ってこない。ふざけんなよ。分からねえのか。この地域の奴らはそれを弱みだと思うんだよ。そしたら奴らにつけ狙われるだろうが。悪いな。永遠の別れを告げる時が来たよ。まずくなりそうだ。まあ少なくとも事件は一件落着だ。さあここを出よう。はしごを使えば上に出られるはずだ。
キー何をしてる。不法侵入だぞ。しかも子分を打ちやがったな。おかげでどれだけ予定が狂うと思う。誰かさんのワークオンの神じゃなくて。マロンには古き良き。お嬢さんは死んだよとダーラの両親に伝えたとしたらかなり気まずくなりそうだ。少なくとも事件は一件落着だ。さあここを出よう。はしごを使えば上に出られるはずだ。どう見ても不吉なものにこれほどそそられる日が来るとは想像もしなかったよ。助けてくれてありがとう。どうやって俺の居場所が分かったんだ。どこへ行ったか知る人も多くなかったのに。秘書のエリー、彼女が私をここに送り込んだ。彼女が？昇給してやらないと。さて息子のショーンがどうしたとか、どんな風に行方不明になったとか言ってたな。ダイヤモンドシティのオフィスに来てくれ。そこで詳しく話してほしい。腰を下ろして頭をすっきりさせるいい機会だと思う。そこで会いましょう。ダイヤモンドシティで。